はい、どうも、こみです。さて、本日もですね、こちら、イベントクランからね、見ていきたいというふうに思います。いやー、これですね、相変わらず見た、まあ、前回の数もすごいし、失敗の動画がね、なかなか映せないレベルなんですよね。なんでかっていうと、まあ、こういう感じなわけですよ。半分以上も前回撮ってきてるから、お互いのクランがね、失敗探す方が大変みたいな、いう感じなんですよね。まあ、なんですけども、今日はね、まあ、もう一個見応えのあるアタックをちょっと見てほしいなと思っているのが、ペッカスパビスですね。前からこれが強いわけなんですけども、いろんなやっぱね、型があると思うんですよ、このペッカスパビスにも。まあ、その型をちょっと今日はね、4つぐらいこう分けて、一つ一つこう特徴がね、どんな風に出てるのかっていうところに辺に、フォーカスを当てて見ていきたいというふうに思います。で、自分のチャンネルなんですけども、基本クラン対戦系の解説動画やっていってます。今日またホール14ですけども、基本12から14まで幅広くやっておりますのでね。今回の攻めは少なくとも13では確実に使える部類の攻め方になるかなというふうに思いますので、ぜひね、そのクラン隊の方っていうのは参考にしてもらえたらなというふうに思っております。というところで、ですね、まあ一番やっぱオーソドックスなやつから行ってみたいなというふうに思うんですけども、これから見ていきましょうかね。9番。これ、スミさんが取ってくれている、このアタックですね。まあ、うまいんだ、やっぱり。で、どんな風に攻めていくかっていうと、まず、ここに関して、グランドウォーデンで潰していきますね。おでひですね。で、投石費をターゲットしていきます。これ、やっぱね、一個うまいポイントは、グランドウォーデンのおでひで、ほぼノーリスクで潰せるんですね、もう投石がね。ここを見逃さないってことですね。で、ここを潰しておいてから、今度、こっちの投石に対しては、キングを当てていきます。キングのペットには、ヤクがいますね。これを使わずに、しっかりスーパーボールブレーカーで壁を開けていきながら突っ込ませていくっていう。これもですね、結構ね、ヤクの壁開けを使いたくなっちゃうんですけども、そうじゃなくて、ちゃんと、壁を開けてから、ヤクを縦にしてキングを入れることによって、相手のキングとこれぶつかるわけなんですけども、そこでの火力っていうのを、ヤクが代わりに引き受けてくれるということになりますね。で、キングが生き残るという形になります。で、主力はここですね。ガッツンと入っていくんですけども、じゃあ、こことここどうすんのって感じですね。こことここ。まあ、この中央に関してもしっかりと、ペッカースパビスが入ってくるわけなんですけども、今、書いたこの両脇ですね。ここをどう処理すんのか、この辺ですね。これを見ていってもらってというふうに思います。まあ、これ入れるときもうまいっすよね。しっかりとこれほら、見てこの形がもう出来上がってんじゃないですか。強化兵舎を出していって、で、キング、ペッカと分かれていきながら、相手のキングと当たるところで、キング、は、クロークを発、クロークじゃないわ。間違えたっけな。リストを発動して、で中央部分に関しては、スパーウィズが、ペッカに先導されて入っていきますね。で、まあ、注目ポイントもう一個。これ、相手のですね、アイスゴーレムと、ラバーが出てきているわけなんですけども、このね、ラバーのパティを、スパーウィズが一瞬で焼き払うんですよ。わばばっと、ほら。ほら、もう、あっという間にこう いなくなりましたよね。で、クイーンが捕まってる時間がめちゃくちゃ短いんですね。で、こちら側、さっき示したですね、この9時側から6時目にかけては、ホグライダーですね、10日兵舎から来たホグライダーが、キングを先導するようにして潰していくという形ですね。で、さらにこのホグにロイヤルチャンピオンも混ぜていくことによって、ぐるっと最後まで持っていっちゃうわけですね。で、最後の、マルチインフェルノに関しては、アーチャークイーンがしっかり見てくれるように、ジャンプをここに打っているわけなんですが、ここにジャンプを打てる理由っていうのは、こっちから回り込んできた、こっちですね、回り込んできた、ホグと、キング、あと、ロイヤルチャンピオンがしっかりと、この6時方面、こう潰してくれているからこそ、このジャンプが生きるってことなんですね。これ潰しとかないと、両方に流れちゃって、結局ユニットがやられちゃうんですけども、ここをね、しっかりと、この最後のジャンプに合わせるあたりがマジでテクニシャンだなっていう感じですよね。ただまあこれが基本的なオーソドックスな流れになるのかなというふうに思ってます。やっぱりグランドオーデンのオデヒでいかにアドバンテージが取れるかってとこですね。で、そこを取れるところをまず起点にしながら、どういうふうに全体を組み立てられるかっていうふうに考えていくと、順番としてはいいのかなというふうに思います。まあこれはペッカーイエティとか、他の、その重量系ユニットをドバッと出す戦術でもやっぱり同じですね。オデヒーか。を使う戦術は基本それを意識する。っていうのがまず、ポイントになるのかな、というふうに思うんですが、まあ、その最たるものがですね、これですね。オニオンさんのこのアタックがもう、ほんとそれ最たるもので、どこ狙っていくと思います？
これマルチインフェルノとかね、なんかちょっと皆さん目につくじゃないですか。いけっかな。いや、ここの投擲もあっていいなとか思うじゃないですか。違うんですね。タウンホール狙っちゃうんですね。このタウンホール狙いはね、マジかよっていう感じに思う人も、結構いるんじゃないかと思うんですけども、グランドウォーデンにしっかりと、ウィザードをサポートでつけながら、オールですね、を、ペットに引き連れて、グランドウォーデンの進行を早めますね。しっかりとこの風にベビドラとかでカットを入れてる点も見逃せません。これね、コスト15枠ぐらいのユニットが場に出ちゃうと、グランドウォーデンが、場に出てるユニットを追従し始めちゃうんですが、10枠までならセーフということで、ペットプラス10枠ですね。で、これでしっかりとグランドウォーデンは自分の仕事をしながら、ベビドラとかは、それぞれですね、お互いに役割分担して、攻めていけるということですね。で、グランドウォーデン、ここはレイジをつけます。これは体力の回復もそうなんですけども、これ使わないと、タウンホール壊すのにもう時間かかりまくっちゃうんですね。時間切れのリスクもあるんで、グランドウォーデンの体力を減らさないこと。で、さらには、タウンホール破壊の、スピードを早めることですね。が大事で、今これペッカとアイゴレをこっから出しましたね。こういう風に。これは完全にグランドウォーデンを釣るためですね。こう釣って持ってくるために、あえてグランドウォーデンのそばから出していく。で、本体はしっかりとこっち方面からですね。おっと、ごめんなさい。よいしょ、よいしょ。消えない。消えない。消えてくれ。はい。本体はこっち方面からですね。本体は出していくってことですね。で、ちゃんとこの使い分けをしているところがやっぱ鬼の差お見事かなっていう感じがします。で、10日兵舎からペッカが出てきたのはやられちゃいましたけども、さらにそこからホグライダーが来て、これがですね、イーグル砲とかのウィストンの辺、この辺を狙っていきますね、こういう風に。で、ロイヤルチャンピオンどっから出てきてんのっていうと、ロイヤルチャンピオン今回はですね、下方面を蹴、あ、ごめんなさい。下方面を蹴ってます。こっち方面ですね。タウンホールのところからこう、マルチインフェルノに当てるようにしていくことによって、まあ、さっきの、スミさんのアタックにちょっと近いような感じ、に見えて実はね、役割が違います。スミさんの場合はこちら側を、ホグプラスの、ロイヤルチャンピオンで、削っていってるような形になってましたけども、今回は、オニモさんはこっちホグライダーで削っていて、こっちロイヤルチャンピオンで削っていて、で中央に関してはペッカと、スパビズですね、こいつらで潰していくというようなプランニングになってましたね。でここがね、結構まあ難しいんですけども、相手の火力配分に合わせてやっていくしかないっていうのが、まあ、まあ、正直なところですよね。ロイヤルチャンピオンを今みたいにホグを引き連れて短期で出す場合っていうのは、相手のヒーローに当てちゃダメなんですね。ヒーローに当てちゃうとさすがにもうどうもなんないです。なので、今ロイヤルチャンピオンが歩いた、このルートですね。失礼しました。ごめんなさい。このルートね。には、まあ、アーチャークイーンがここにいますけども、このアーチャークイーンは当然、中央突破していった、ペッカーとスパビズによって処理ができますから、ここにヒーローがいないじゃないですか。なので、そこをしっかりですね、ロイちゃんで潰せると踏んで、ロイちゃん短期で出していったってことですね。まあ、この短期出すにしても、ここにやっぱね、ユニコーンがいるのがでかいんですね。このロイユニコーンの効果によって、だいぶなんかさっきからすんげえうまくいかないな。ごめんなさいね。画面が変に切り替えちゃってますけども、まだアンドロイド慣れてなくてね、見にくい感じになっちゃってます。なるほどね、ユニコーンがしっかりいるっていうことが、ロイちゃんを延命させてる一個の大きな要素ですよね。まあ、これが見逃せないポイントかなというふうに思います。ここタウンホール13とは、ちょっとですね、環境が少し違うところですね。13の場合だったらフリーズとかをちゃんと積んで、ロイちゃん守っていかないとやられちゃうっていうことになるかもしれません。はい、というところで、残り2つですね、見ていきたいなというふうに思うんですが、今のロイちゃんの話を、ちょっとするとですね、もう一個ね、これがね、あるんですね。ロイちゃんの使い方がめっちゃうまい攻めがあって、これね、やっぱ50人対戦だと、スクロールするだけでも結構一手間ですね。本当に。すごい。ぶっかけうどんさんのアタック。ロイちゃんの使い方がやっぱうまいですね。これ見てほしいんですけども、まずグランドオーデンのお出引いてですね、ここ削るんですね。ガツンと削っていって、で、本体のペッカイティをこういう風に流していきます。で、ロイちゃんはどうするかというと、ここを削るんですね。で、ペットはこれね、ラッシーがついてるんで、このラッシーくん。さっきのユニコーンほどロイちゃんを伸ばす要素はないんですが、まあちょっとどんな風になるか見ていてもらえたらなというふうに思います。これヤクがね、グランドボデンの、前に立ってくれてますけども、このヤクですね、高火力帯におでんを出す場合には、まあ、盾になってくれるっていう仕事もあるんですが、今回は、おそらく破壊を早めるためにつけたって感じでしょうかね。個人的にはオールでも良かったかなっていう気もしますが、まあオール使っちゃうと、対空砲に撃たれて、まあ、やられちゃうんで、まあでもこの辺で役が起こってるから同じかな。まあ、そういった意味では、そこは役じゃなくてオールでもよかったような気が個人的にはしますが、まあその後がやっぱりうまい。まあ別に役でもいいんですけどね。
稼ぎがめちゃうまいんですよ、本当に。まずしっかりこれ冷静ですよね。ジャンプを先打ちしてイーグル砲をグランドウォーデンが壊すまでちゃんと見るんですよね。ここで焦ってユニットを出さないで、さらにここからまだ粘るわけですよ。投下兵舎を出して、で、こちら側のカットですよね、上側のカットをやってる間にアシャトム1本折っといて、ここまでやって確実にこの部分それない要素を作ってから本体を全部出していくっていう、この順番とタイミングがマジでうまいなって思いました、ぶっかけうどんさん、本当に。で、ジャンプに乗っけて中心まで運んでいき、さらにタウンホールまで持っていくと。で、ロイヤルチャンピオン、ここを決めていくので、どんな風なタイミングでどういう風に使っていくのか、見てもらえたらと思います。相手の援軍はストライカープラスの、ラバーハウンドですね。ポイズンを先打ちして、一気に相手のストライカーを焼いていきますね。さらにラバーハウンドもそのまま一気にスパビズが処理。あっという間にラバーハウンドのパピーが消えていきます。で、それと並行するようにもロールチャンピオンが出てくるわけなんですけども、ここフリーズよく見てますよね、これ。ほんとよくこのフリーズ見てる。で、シングルインフェルノ止めて、ロイヤルチャンピオン、まだ、ホーミングシード使った直後なんで、体力4満タン状態ですね。タウンホールにはしっかりこのまたフリーズを当てて、ちょっと破壊が遅れてますけども、このタウンホールがヒーラーの横打ちをして、ヒーラーを倒す、ような仕事をするのを少しも遅らせようということですね。で、アーチャークイーンがその間にホールに反応していって、ホールはアーチャークイーンがクロークを残して状態で確実に壊せると。で、ロイヤルチャンピオンはさっき言った通り、こちら側。最後まで歩き切るんですね、これ。まあ、アチャ島にここで落とされるんですけども、まあ、その頃には防衛ないので、もう仕事は終わったという感じでね、まあ、安心してお眠りになってくださいという感じですね。で、アーチャークイーン、やっぱりね、これ怖いのがね、ポイズンのダメージ結構地味に痛いんですけどね、これガンガン体力減りません？アーチャークイーンの。まあ、だけども、しっかり体力を残した状態でここに、向かってきたので、全然、まあ、そこはアーチャークイーン大丈夫ですね。ペッカも2体、3体かな、いる状態で、フィニッシュというところで圧倒的な、ね、一撃を見せてくれました。これはうまいですね。やっぱロイちゃんのフリーズとかをあのごちゃごちゃしてる環境の中でしっかり見るっていう、これ辺はもう慣れですね。多分僕がやったら絶対こうはいけないと思うんですよ。慣れてないから。今このタイミングで何を見るべきか、何をすべきか、ユニットを出すタイミングも多分体で覚えてるんじゃないかと思うんです。多分。で、体で覚えているんだけども、やっぱりその呪文を使うタイミングだけは、その場その場で合わせなきゃいけないんで、今この状態で注意を向けるべきはどっちなんだろう、ペッカー、スパビスなのか、それともロイちゃんなのかってところをちゃんとこうね、もう感覚的に、危険を察知する、もう嗅覚的なものですよね。ここでおそらく、判断をして、呪文を打っていっているから、こういうことができるんじゃないかなと思うんですが、まあ、レベルが高いですね。そのレベルにやっぱこういう攻め方をするんだったら、なりたいなというところはありますね。で、ラスト、セントジミーさんを攻めたフォーさんのタックですね。これを見てみたいというふうに思いますが、今まずはですね、タウンホールをまあおでんで倒すとか、まあ、ペッカとかね、アチャクイで倒すっていうパターンだったんですけども、はい、これ。ドン。ね、突撃艦イエティ、エイジを当てるだけみたいな感じですね。いや、これやられちゃったらって感じよ、マジで。で、その、ミニエティたちがね、周辺にあるテスラもなぎ倒してくれちゃってみたいな感じになっているわけなんですけども、最近ですね、これタウンホール12でも13でも結構やれがちなんですよね。何がっていうと、タウンホールを結構ね、外側にこう出してるケースが多いんです。で、まあ、クロスボウの対峙なんかがこうあって、おで引き対策とかをね、したり、まあ、シングルがあったりとかして、おで引き対策ができてる村もあるんですけども、意外と、突撃艦がね、直で取っちゃうんですね、こうどこに。で、それで突撃艦イエティで、この区画を軽くカットしておいてから、主力のペッカスパビズをこっちからね、ガーンと流し込んでいく。まあ、序盤のカットのところっていうのを、今までおでんでやったりとか、してましたけども、そうじゃなくても、突撃艦スパビズ、突撃艦ウィズ、イエティを使うことによって、ホールごと、区画破壊をしちゃって、で、外周は、キングですね。で、削っていく。中心部はもうペッカ、スパビズガンガン暴れさせるみたいな感じですね。いや、このパターンがね、意外と、できるようになってきちゃったんだなっていう感じですね。まあ、昔は、タウンホールをこう、ストーンに、ね、出すの結構警戒してたんですよ。こういうところに置くのって。そうそうって思う方も多いと思うんですけど、僕も結構警戒しましたよね。ストーンに出す時には、こっから絶対に突撃艦のイエティとかで落とされないように、黒風船を置いたりとか、テスラを置いて、なんかちょっとね、少しダメージを与えて、届く前に落とそうとか、まあ、いろんな画策をしたわけなんですけども、最近ね、そうじゃなくなってきてるんですね。タウンホールを単体を突撃艦一発で落とせるっていう場合がある。で、
まあ、クラン対戦リーグとか、あとは、まあ、その5対5のね、大会形式の一発勝負も初見一発勝負っていう場合には、ちょっとやっぱトルネがあったりとかいうことも考えられるんで、リスキーはリスキーなんですけども、その野良大戦でまあ最悪ワンチャン見せちゃってもいいやっていう、そのリスクを取れる場面においてはこんな風に、あの突撃艦一発でタウンホールを落とすっていう戦法も全然使えると思うんで、ぜひね、そういう選択肢も、まあ、その場面場面に合わせてですけども、使ってみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。確かフォーさんでもこれ、初見で言ったんじゃないかな。まあでも初見で言ってもやっぱりね、この感じでいくと、もうなんていうの、どの方面から入れるかじゃないですか。こういう風に。で、まあ一番最短距離がここで入れたくなるのがここだから、まあ対策してあるっていう風に思えるかもしれないけど、まあ壁の中まで入っちゃったらワンチャンフリーズとか持ってってるんで、まあフリーズでこの辺止めれば、ね、普通に、トルネードがこの辺にこうあったとしても、まあ、そんなに怖くないかなっていう気はするんですよね。うん、どうですかね。この仮にトルネードが出てきたとしてもですよ。うん、まあ、フリーズ使って止めておけば、まあ、そんな怖くはなさそうですよね。まあ、そういったような判断っていうのをね、おそらく、フォーさんして、満を持しての突撃艦イディスだったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、こんなような形でですね、タウンホールをまあ処理するのにグランドウォーデンを使う、あとは突撃艦を使う、ないしはもうペッカスパビズ本体で潰していくっていうパターン。それプラスロイヤルチャンピオン、あと、東海兵舎が使える場合には東海兵舎、プラスホグムっていうね、この辺の壁の中を処理するユニットっていうのを、どんな風にその、ペッカスパビスの両脇側ですよね。両脇に流し込んでいって、ペッカスパビスをなるべくですね、壁の中、村のこう中心部に届けて暴れさせるか。まあ、その辺のプランニングっていうのが、まあ、今回のこの4つの攻めで結構ですね、工夫が富んだ、まあ、いろんなパターンを見てもらえたんじゃないかというふうに思いますんでね。ぜひそれ、実践してみてもらえたらというふうに思います。ご参考になれば幸いです。はい。というところでですね、本日は、ペッカスパビズに関するパターン4つ見ていただきました。まあ、どれもね、本当に工夫に富んでいて、見応えのあったものばかりだというふうに思うんですけども、お試しいただければというふうに思っております。また、私のチャンネルですね、タウンホール12から14を基本にしながら、この幅広いタウンホール隊の対戦の、解説動画やっております。これからもですね、ぜひ、動画どんどん上げていきますので、ぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。